海上保安庁巡視船の役割が大きく変化を迎える中、性能の進化や高まるその能力に注目が集まっています。今回はこの巡視船の大型化や機動力について詳しく見ていきますね。尖閣の動きはだんだんとエスカレートしている。巡視船ももが味方のような性能を。日本の海を守る国家組織といえば、海上自衛隊、そして海上保安庁が、まず頭に浮かぶかと思うが、前者は、事実上の海軍であり、防衛省が統括。後者は、海の警察組織として、国土交通省の下部に位置するものである。海上保安庁は、太平洋戦争の敗戦から、3年後の1948年5月に創設され、その際に参考としたのはアメリカ合衆国湾岸警備隊であるが、同隊は、アメリカでは、6つの軍のうちの一つであり、運用目的は、海上保安庁とは異なる点も多い。アメリカ合衆国湾岸警備隊は、英語では USCG、ユナイテッドステイツコーストガードであり、日本の海上保安庁も、2000年以後は、対外的には、ジャパンコーストガードを名乗っており、呼称としては類似している。沿岸警備隊の英語名をコーストガードと称する対応は、海上保安庁のみならず、今や、世界で、普遍的な使用法になった感もあるが、多数の国で、アメリカ合衆国沿岸警備隊と同様に、軍の一部である、ケースも多い。日本の海上保安庁は、国内法である、国家行政組織法と海上保安庁法を海上で励行させることを目的としており、自衛隊法上では、防衛大臣が指揮下に置く場合も想定されてはいるが、あくまで、有事の際の非常時の規定である。逆に、日本の南西諸島、主として、尖閣諸島の周辺海域への侵入を常態化させている中国海峡局は、軍事警察に連なる組織体系に組み込まれており、すでに第二の中国の海軍として、その行動の先兵になっている現状もある。そのこと自体についても、日本国内でも異論があるとはいえ、一応、海上自衛隊は軍事力を、海上保安庁は警察力を行使する組織というのが、日本の基本のスタンスであり、後者もまた、個別では、政治的に不安定な業務の遂行にも直面している。それでも、尖閣諸島周辺海域における、日本の領海への中国海峡局等の船舶の侵入に対しては、海上保安庁の船舶が、まず、最初に対応を行う必要があるため、同庁の現場の方々の職務には、頭の下がる思いとしか、言いようがない。日本の海上保安庁が保有、運用している船舶は、主としてより、大型の巡視船とより、小型の巡視艇の、大きく2つに分けられており、ことに拠点である石垣島から、距離のある尖閣諸島方面では、巡視船の中でも、大型のものが、専従体制で投入されている。しかし、こうした比較的に、大型の巡視船ばかりでは、機動性や小回りに難があることから、それらだけではなく、中型や小型と呼ばれる巡視船が、数の上では主力を占めており、日本の広い海の治安維持には欠かせない存在となっている。こうした比較的に小型で、速度の速い巡視船としては、新山型巡視船、新造時には船名が、三橋だったため、三は、地形とも言うがあり、1988年から2022年にかけて4隻が建造され、今も収益中である。新山型巡視船は、満載排水量が200トン、総トン数が182トン、全長が 43.00 メートル、全幅が 7.50 メートル、深さが 4.00 メートル、喫水が 1.65 メートルの船体を持ち、兵装には、
M61 バルカン 20mm ガトリング砲1機を備えている。しかし、何と言っても、新山型巡視船の最大の特徴は、その速度であり、搭載する3機のディーゼル機関と1機のウォータージェット推進機によって、最大速力35ノットという速さを実現している船舶である。ここまでの高速性能を、新山型巡視船が備えることとなった要因は、1985年4月に、宮崎県の沖合である日向灘にて、漁船に偽装した北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶を、当時の海上保安庁の船舶の速度では、追尾できなった事件の影響が、元となっている。この事件は、宮崎県の水産課が運用していた、漁業取締船が、漁船に偽装した北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶を発見したものの、速度で及ばず現場から逃走され、海上保安庁に通報し、その後の対応を依頼したものだった。日向灘の海域を管轄している海上保安庁の第10管区海所保安本部は、当該の北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶について、日本の宮崎県籍の漁船に偽装していたと分析、延べ23隻の巡視船と4機の航空機を投入して追跡を行った。この海上保安庁側の追跡は、2日後の4月27日にまで及んだが、当該の北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶は、実に40ノットにも及ぶ速力で、離脱を行ったため、結果追いつくことはできず、東シナ海の中国の領海方面への逃走を許すこととなった。当該の北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶については、その後は、韓国側が、監視活動を受け継いだ形となり、同国側の最終の報告によれば、中国の沿岸部を経た後に、北朝鮮の南浦港へと帰還したとの情報がもたらされている。海上保安庁側の分析では、当該の北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶は、その船体には見合わないほどの大型レーダーや、航海用の装置が装備されており、かつ、その速力からも、非常に強力な機関部を搭載していたと結論付けられた。しかし、いずれにせよたった一隻の北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶に対し、多数の巡視船や航空機を投入したにもかかわらず、その逃走を許してしまった事実は、海上保安庁に大きな衝撃を与え、これが新山型巡視船を新造するきっかけとなった。新山型巡視船は、このように、北朝鮮の工作船と、おぼしき船舶への対抗上、最大速力35ノットを、発揮可能な高速巡視船となったが、速度のみならず、万が一の攻撃に備えて、防弾設備を施したことも、特筆に値する。この対処のために、新山型巡視船には、操舵室に対して、防弾板を取り付け、可能な枠が設けられ、かつ、その窓にも、防弾ガラスが採用されており、この選択は、後の2001年12月に起きた、北朝鮮の不審船との対峙で、功を奏する。これは、2001年の12月22日に、東シナ海において生起した事案であり、アメリカ軍から、もたらされた情報をもとに、東シナ海上にあった、北朝鮮の不審船を、海上自衛隊が P-3C 追戦哨戒機を出動させ、その位置をつかんだものだった。北朝鮮の不審船は、この時、鹿児島県の奄美大島の北北西方面およそ150キロの海上にあり、位置を特定した海上自衛隊は、海上保安庁へと、その情報を連携、同庁の巡視船延べ、24隻と航空機14機が、その確保へと投入された。この時には、万が一の事態に備えて、海上自衛隊側でも、長崎県の佐世保港からも、混合型イージス護衛艦1番艦の、混合、朝霧型汎用護衛艦の2番艦、山霧が、
現場海域へ向けて出航している。そして、海上保安庁の新山型巡視船の3番艦、イナサが、北朝鮮の不審船を確認、拡声器や無線を通しての音声での呼びかけ及び、各種の信号弾を使用しての停船を促したが、北朝鮮の不審船は、西へと逃走を続けた。逃走を止めない北朝鮮の不審船に対し、新山型巡視船の3番艦、イナサは、警告の後に搭載する M61 バルカン 20mm ガトリング砲による威嚇射撃を複数回行うも、なおも、北朝鮮の不審船は逃走を続け、ついには、その乗組員たちは、重火器等による反撃に出た。新山型巡視船の3番艦、イナサは、北朝鮮の不審船の乗組員から、対戦車用の RPG-7 より攻撃を受けたが、幸いにも、揺れが激しい海上では、この攻撃は外れ、重火器の銃弾にはさらされるも、防弾装備によって、操舵室内は守られた。最終的に、海上保安庁の巡視船との銃撃戦を繰り広げた、北朝鮮の不審船は、爆発を引き起こして自爆して沈没したとみられているが、海上保安庁の船舶の中で防弾装備の施されていなかった奄美は銃撃による負傷者3名を出している。また、新山型巡視船の3番艦、イナサは防弾装備のおかげで、負傷者は幸いにも生じなったものの、銃撃で冷却系統の機器を損傷し、機関が停止する被害を受けるなど、合計で21発の銃弾を船体に受けていた。後の捜査もあって、時の自爆、沈没した北朝鮮の不審船は、日本の暴力団への覚醒剤の密売のために使用されていたことが判明したが、そうして得た資金を、北朝鮮の金王朝は、支配の継続に用いており、日本への工作がやむ気配はない。